皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。男子バレーボール日本代表の主将、石川祐希がイタリア初タイトル獲得に MVP 受賞で花を添えたスーペルコッパ。現地9月25日に所属先シルスーサビムペルージャ主催の大会3連覇を祝うイベントが行われた。 勝利に大きく貢献した石川もチームメートらと共に出席して大いに盛り上がった祝勝会を現地取材した。会場はテルージャとパートナーシップを結ぶ地元カーディーラートイモーター社のトヨタショールーム。メインエントランスへ向かうとクラブのマスコットキャラクターがプリントされたバナーが目に飛び込んできた。そして入場口には子どもから大人まで。 クラブが今季1巻目を共に祝おうと招待した体制のサポーターたちが列を作っていた観客席からエネルギーを送り続けるあの熱烈な応援とコートで戦うチームの一体感その絆の源にはファンを大切にするクラブの姿勢があるのだろう動画石川勇気が MVP の活躍ペルージャに今季初タイトルをもたらすイベントはイタリアらしく 笑1時間半遅れでスタート。ジーノシルチ会長がチームスタッフ全員と共に優勝報告を終えた後、選手たちの到着を待ちきれない様子のサポーターたちが応援歌を大合唱し始めた。すると、シル・ペルージャのレスポンスを期待した司会者が、みんな、誰を待っているんだいと呼びかけた。そこでペルージャサポの、石川愛を実感する予想外の出来事に遭遇。 沸き起こったのは、EC カーはー、の声だった。早く勇気に会いたいんだ。そんなサポーターたちの思いに触れて感決まった。同時に周りが気になる事態でもあったが、隣にいたチームスタッフの1人に肩を叩かれ目が合うとウィンクを送ってくれ、気づいたときに会場はペルージャコールに包まれていた。そして、いよいよ選手たちの入場。2人ペアで車に乗り到着すると、 サポーターやジュニアチームの選手たちとタッチを交わしながら花道を通り、スーペルコッパのハイライト映像が流れる壇上へ。石川が同じく新加入でトップリーグ初挑戦の若手アウトサイドヒッター、ニコラ・チャンチョッタ、イタリア、と6台目の車から降り立つと歓声がひときわアップした。1選手ごとにジョークを挟んで和やかな雰囲気で行われた短いインタビューで石川は。 集まったサポーターを「最高」「最高」とたたえペルージャで何か美味しいものと出会ったかの問いには「いやまだ」と返答「好きなイタリア料理は日本のファンも知るパスタ」と答えて拍手喝采を浴びた MVP 受賞については「皆のおかげで良いスタートが切れました」と感謝を述べ最後にあふれる個性が魅力の会長は「ファンタスティック」 と笑顔でコメントして再び会場を沸かせた。今季は、一巻目のスーペルコッパにリーグ戦とコッパイタリアの国内3大会、さらにチャンピオンズリーグで欧州の頂点を狙うペルージャ。会長が冒頭の挨拶で、今季、我々は出場するすべての大会で優勝候補に名前が挙がることになるだろう。だからこそ満身は大敵とカブトの王を占めた。その言葉に一瞬、 会場の空気が緊張に包まれたことも記しておきたい。例に漏れず最後までステージ上でファン対応していた石川がフロアへ降りたところで司令塔の首相、シモ根ネ・ジャンネッリに声をかけ、ツーショットをカメラに収めて取材を終えた。多くの目標に挑むチームのキーマンになるであろう2人。優勝カップを前に並ぶ姿を新たに撮影する日を楽しみに。 来年初夏まで続く石川とペルージャの今季を追いかけたい。現地の今週末に、レギュラーシーズンがいよいよ開幕。ペルージャは本拠地で、日本時間30日午前0時30分開始予定、でラーナ・ベローナを迎え撃つ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。